教育文化の場として大勢の皆さんに親しまれ、そして活用されています相模原市立図書館。国鉄淵延駅近くの鹿沼公園に隣接したとても環境のいいところにあるんですが、こちらの図書館、読書なきにちなんで皆さんにご紹介申し上げます。本当に今日もたくさんの方がこちら見えているようですね。こうしてね、大勢の方がたくさんの利用していただいて、いただいております。こちらの図書館の歴史といいますか、はい、歩みをちょっと教えていただけますか。昭和24年にね、実は上溝中学校の下に、かまぼこ兵舎、米軍のかまぼこ兵舎というのがありました。それを払い下げてもらいまして、その中に約3000冊ぐらいの本を集めて始まったんです。それから、途中で市民会館に、移ったり、それからちょうど市政20周年記念ということで昭和49年の11月に新しいこの建物ができたんです。はい、そうしますとちょうど今年で10周年ということですね。はい、そうでございますね。はい、今ここには何冊ぐらいの本があるんですか。本はね、この本館だけですと約19万冊です。その他相模原市の文館だとか、それから公民館図書館、そういったところを入れますと全部で36万冊ほどになります。だいたい児童書というのが、4割くらいですね。あとは、大人の方が読む本、ほとんど文学書みたいなのが多いんですけどね。そういったことでございます。もうありとあらゆるものがあるから、ここへ来れば何でも用が足りるということですね。はい、こちらの図書館の特徴というのはどういったところなんですか。この図書館はね、一つの特色といいますのは、57年に、電算化をしたということですね。これでもって貸し借りが非常にスピーディーになった。その他にはね、新商社コーナーというのがありまして、身体障害者の方がお一人でお見えになりましても、そこでテープを聞いたり、それからカセットをねお聞きになったり、あるいは大きな活字、大活字本っていうんですか、そういった本がございます。それから読書拡大機とか、普通の本をずっと活字を大きくして見える機会があるんですね。そういうのをご利用になることができます。こちらは貸し出しのカウンターです。ここで大活躍しているのがコンピューターシステムなんですよ。ところでこのコンピューターシステムなんですが、導入のきっかけはどんなことだったんでしょうか。はい、とにかく貸し出しとか返却が多くて、とても職員が対応しきれないということなので、とにかく機械を入れて早くさばくと、そういうことを考えて導入しました。実際にはどんなふうな仕組みになってるんですか。はい、利用者がですね、まずこの貸し出し登録表に記入してもらって、それをもとにしてこういうコンピューター用の貸し出し券を作ります。でこれとあと借りたい本を一緒に借りるところへ持ってくればそれで OK ということです。このシステムはですね、本館と総武大分館、あと緑号にもオンラインでつながってまして、非常に短時間で貸し出し返却ができますので、市民の皆さんから好評いただいております。貸し出しを中心としたいくつかのコーナーがあるこの1階から階段を上って2階に上がりますと、こちらの方には調査や研究などに利用できる読書室、そしていくつかの会議室があるそうなんです。総武大分館です。ここは地域の図書館として、特にこの周辺にお住まいの方に多く利用されています。やはり団地などを控えているせいか、小中学生の利用が多いということなんですよ。またこちらでは月に1回有志のお母さんたちのグループによりまして、子どもたちにちょっと長めの本ですとか詩を読んで聞かせるお話し会が開かれています。本を貸すだけでなく、こんなユニークな活動も行われているそうです。いつも来るとどんな本を読んだり借りたりしてるの？電気とか、物語などとかあります。ちょっと仕事で科学のことをやってますんで、参考にしようと思って。そうしますと随分お仕事にもここは役立ってるんでしょうか。それはそうですね。そう、やっぱり近くにあるということとね、あと4冊
借りれるんでね。で家族みんなカード持ってますんで好きな時に来れるということですね。移動図書館緑号も活躍。市内26カ所の指定場所を2週間に1回巡回し本の貸し出しを行っています。というわけで市立図書館をご紹介いたしましたが、やはりカード1枚で非常に手軽に、そしてしかも一度に何冊もの本を借りれるという魅力のせいでしょうか、文字通り大人から子どもまでたくさんの市民の方たちがそれぞれご自分の趣味の読書のために、また仕事や学習の資料を探しにと気軽にこちらの方に足を向けてらっしゃいます。皆さんもぜひ一度ご利用になってみてはいかがでしょうか。いよいよ爽やかな秋の到来です。秋といえば食欲、いえスポーツですね。私は今日一日このジョギング姿で市内を走り、スポーツに汗を流す人たちをレポートしてみたいと思います。おはようございます。大勢で走ってらっしゃいますけど、どういったグループなんでしょうか。このグループですか。はい、そうです。相模原市民走ろうか。あ、そうですか。人数的には何人ぐらいいらっしゃるんですか。今約300名です。結構いらっしゃいますね。とにかくもう健康第一ですから。あ、そうですか。はい、本当に皆さん元気いっぱいに走ってらっしゃいましたね。さて次はどこへ行ってみましょうか。とりあえず走ってみることにします。はい、おら、はい、さてここは棚四ツ谷の子供の広場です。ここでは女子のドッジボールのチームが練習をしているようです。それではちょっと覗いてみましょう。ドッジボール面白い？はい。どういったところが面白いかな。みんなと一緒に練習できたり喋ったりするところです。どういった時に監督さん怒るのかな。やっぱチームワークが乱れた時とか、うん、一人で勝手なことやったりとか、うん、そういう時。そうね、やっぱりチームワークが大切ね。はい、はい、声出して。その手を長いしまえ。何でな、もっと低く言ってしまってこー。市民のスポーツのメッカ、総合体育館です。もうご覧のように日が暮れようとしておりますけれども、まだまだここでは大勢の人たちがスポーツに汗を流しているんですよ。今日はどなたといらっしゃったんでしょうか。主人と子供と。あ、そうですか。よくこちらの体育館利用されてるんですか。最近ちょっと。やはり体力作りとしてどういったことを普段気をつけておりますでしょうか。ですからやっぱりここ1週間1回来て1時間なり2時間なりこうバドミントンってこうなんですか、汗を流すと、はい、でこれストレスの、ね、発散にもいいんですよね、打つっていうのはね。私は今日本当に久しぶりに汗を流しました。一日市内を回ってみて、小さな子どもたちからそしてご年配の方々まで自分に合った好きなスポーツを皆さん楽しんでやってらっしゃいました。
本当にスポーツって体はもちろんのこと、心の栄養にもなってるんだなって思います。それにしても本当にスポーツってお腹が空きますね。なんたって食欲なきでもあるんですものね。特色ある学校づくりを進めている相模原市、ここ田名中学校では校内テレビ放送活動が活発に行われています。作った時の感想を言ってください。とても大変でした。皆さんこんにちは。僕は田名中学校3年3組の江成太一です。僕たちの学校は相模原の西部に位置し、すぐ近くを相模川が流れる緑に囲まれた学校です。また市内での伝統も古く、今年で創立37年を迎えます。それではこれから番組の企画会議の様子をご紹介します。秋に放送するために番組を作りたいと思いますが、どんなテーマにしたらいいですか？インタビュー形式とかそういうの方がやっぱあれ結構良かったから、最初委員長が全クラスの公表をやって、それから先生が入賞したところのクラスだけ公表すればいいと思います。その公表とかの順番変えたり、あとクラスの全体の人に対してインタビューして、このクラスはどういう取り組みをしたとか聞いたり。制作した台本をもとにこのようにビデオ撮りが行われます。撮る方も撮られる方も緊張しますが、番組制作の中で最も楽しい作業です。ビデオを扱うのは放送委員会のビデオ班が行います。レタリング時、記事が大変よくできています。これは有料賞の3年4組の佐田奈美です。ビデオ撮りが終わると今度は番組の編集作業を行います。どうもありがとうございました。スタート。何組ですか？1年2組です。ビデオ班の班長の田所くんにインタビューをしています。カメラを使う上での注意点はどのようなところですか？見やすく作るためにカメラの移動などの際は画像がぶれないようにカメラワークに気をつけて撮っています。それでは新聞委員会の委員長の飯村くんにインタビューしています。このような番組を作るときに難しい点はどのようなところですか？企画の時などにみんなの意見が合わなかったりしたときに大変です。1年2組です。あ、担任の先生は何先生ですか？番組を作ることは大変ですが、完成したときや放映したときは何とも言えない充実感があり、また委員会活動の活発化にも役立っています。皆さんこんにちは。このコーナーでは町の話題や市からのお知らせなどを集めてお送りします。まず最初の話題です。9月1日の防災の日、市ではキャンプ淵野部跡地のヤング広場で相模湾沖を震源とする南関東地震が発生したとの想定のもと、防災総合訓練を実施しました。これには立森市長をはじめ消防隊員や防災関係機関など2400名が参加し、炊き出し、復旧作業、消火訓練などが分刻みのスケジュールで行われ本番に備えました。2つ目の話題です。この度、お年寄りが長年培ってきた体験や技術を子どもたちに伝えようと、市内すすきの町の小鳩児童館でお年寄りと子どもの触れ合い授業が開かれました。これには中央地区老人クラブのお年寄り50人と宮下子ども会の児童170人が参加し、男の子は水鉄砲や竹とんぼ、女の子は折り紙や紙人形作りに挑戦。早速完成した水鉄砲などで遊ぶ子どもたちを見ながら、お年寄りたちは私たちのささやかな知恵が役立ってくれてよかったと嬉しそうに語っていました。最後は市教育委員会からのお知らせです。青空に広げよう友情の輪をテーマに、
造形相模風っ子展が11月2日から4日までキャンプ淵野部跡地のヤング広場で開催されます。この風っ子展は今年で6回目を迎え、市内の小中学校の児童生徒が制作した4万点もの楽しい作品が会場いっぱいに展示される予定です。こういった野外での作品展としては全国一の規模だそうですので、皆様お揃いでお出かけになってみてはいかがでしょうか。なお詳しいお問い合わせはこちらへどうぞ。このビデオ広報ふるさと相模原は市役所、出張所、金融機関をはじめ国鉄橋本駅、淵野辺駅など市内36カ所で放映しております。皆さんのご意見ご要望をお待ちしております。